どうも本日は、赤沢丸ごとお祭りに参加することになりましたので紫野鹿踊でございます。いつごろ伝わって、いつごろから伝わっているかと申しますと、平成昭和という年号で申し上げますと聖徳年間と言われております。聖徳年間西暦で申しますと1711年、今年の2013年から引き算いたしますとおおよそ300人くらい前から伝わっているようでございます。今日は、30分ぐらいの試乗というのをご披露でございますが、最初は、短い調子のイリハと申しまして、短い、舞を5つ6つご披露申し上げます。その次にちょっともなくて13分4分ぐらいかかります。ご表紙というものをご披露いたします。今日はこのようにたくさんのお客さんが来ている前でなんですけれども家計、師匠よりの家計家の中に「しかのやつずれしかのやつずれ」こういう家計歌がございますが、今日はあいにくとこのしかも地方地方あちこちに散らばっているようになります。今日はあいにくと我が家の鹿アリンチョウは半分ぐらいに減って皆さんに大変、失礼いたしますけれどもよろしくお願い申し上げます。その代わりと言っては何でます、何でますが、小さい生まれたばかりの鹿を2頭見つけまして今日は初披露目でございます。よろしくどうぞ皆さんでご声援のほどお願い申し上げます。それではまず入場いたしますのでよろしくお願いいたします。どうぞ入場してください。Thank you.
めまして入葉ちちかかちたなりんこりん入り違いいやそは忘れるしとこう続けてまいります。Thank you.
Thank you.
とここで一人に着かさせていただきます。この私どもの紫野春日野の自慢をするわけではありません。この子供たちは田村